ナンバーアンダーライン愛福井ライブ2024レポ。翔くんのハプニング感動 MC で累戦崩壊。泣きっ面ナンバーアンダーライン愛福井ライブ2024で岸くんと神宮寺くんのイチャイチャが止まらない。二人の絆に涙。ナンバーアンダーライン愛ライブツアー2024。10月27日、福井で開催されたナンバーアンダーライン愛ライブツアー2024では、多くのファンが心待ちにしていたステージが幕を開け、 会場は歓声と笑顔で満ち溢れていましたライブの開演前から、ファンたちはすでに期待に胸を膨らませており、ステージ上で繰り広げられるエネルギッシュなパフォーマンスとメンバーの自然体な振る舞いに、多くの人が心から楽しんでいました。彼らにとって、ライブは単なる音楽鑑賞の場ではなく、現実を忘れ、リラックスしながら大切な瞬間を共有する場所となっています。このライブは、 メンバーとファンの間に絆を感じる特別な空間であり、その一瞬一瞬がかけがえのないものとして心に刻まれていきます。ライブ中、メンバーたちがそれぞれ個性豊かなパフォーマンスを見せ、観客とのやり取りを通じて、さらに親近感が湧きました。中でも、翔さんが途中で膝をつき、思わず崩れ落ちる場面は、ファンの間で話題になり、メンバーの真剣さと同時に、その人間味あふれる一面が見られました。 ライブは単なる音楽の披露という枠を超え、ファンとメンバーが心の距離を縮め合う瞬間が詰まっていました。ファンの目の前で、まるで友人のようにリラックスしながらも真摯にパフォーマンスに取り組む姿は、多くの観客の心を捉え、再び彼らへの応援を確かなものにしました。福井の公演では、特に神宮寺さんが岸さんを見つめ、その視線に気づいた岸さんが思わず笑い出してしまう場面がありました。 この微笑みましいやりとりに会場全体が温かい笑いに包まれ、2人の関係性が垣間見える瞬間となりました。普段のプロフェッショナルな姿とは一味違う、自然体でのやりとりが、ファンにとっては心温まるシーンとなり、ライブはやはり生で体感するものという思いを再確認させてくれました。このような小さな瞬間がライブ全体を一層盛り上げ、ファン同士の絆も深めていきます。そして、 ライブの盛り上がりが最高潮に達したとき、翔さんが INZM ハイパーバンドバージョンを聞いたときのエピソードを話し始めました。彼が海外出張からの帰り道、飛行機の中で寝ている最中に音楽が流れ出し、突然のイントロに驚いて飛び起きたというユーモラスなエピソードは、観客に新たな笑いを提供しました。ファンたちにとっても、メンバーのこうした日常のエピソードは一層親しみを感じさせるものであり、 彼らの人間的な一面がより深く理解できる貴重な瞬間でした。さらに、福井でのライブの中で披露された楽曲、バナナのパフォーマンスでは、メンバー間のやりとりが観客を魅了しました。神宮寺さんがステージ上で岸さんにちょっかいを出し、それに対して岸さんが顔をあからめる様子がファンの間で話題となり、思わず会場が大きな笑いと拍手に包まれました。ステージ上での小さなやりとりや表情の変化が、 ファンの記憶に残り、ライブ体験が単なる音楽鑑賞にとどまらず、彼らの成長や関係性を間近で感じられるものとなりました。また、福井の会場ではファンにとっても非常に親しみ深い場所として、特別な意味を持つシーンが随所に見られました。会場で用意された特製アイテムや、メンバーが自ら用意したかぶり物などが登場し、その愛らしい姿がスクリーンに映し出されるたびに、ファンの歓声がさらに大きくなりました。 特に、カニのかぶり物や恐竜のぬいぐるみを持ったメンバーの姿は、会場中のファンの心をわしづかみにし、笑顔が絶えない瞬間でした。このような細やかな演出が、ライブ体験にさらなる楽しさを加え、ファン一人一人にとって特別な思い出となったのです。ライブを通じて見られるメンバーの人間味あふれる姿、特に日常の延長線上にあるような自然なやりとりは、ファンにとってかけがえのない体験です。 福井でのライブでは、観客席の一人一人が目を輝かせ、笑顔でその瞬間を心から楽しんでいる様子が見られました。ファンたちはステージ上の彼らと同じ時間を共有することで、一体感を感じ、さらに深い絆を育んでいきます。そして、その一瞬一瞬が記憶の中に鮮明に刻まれ、日常生活の中でふとした瞬間に思い出される、大切な思い出となるのです。このようにして、 ナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアー2024の福井公演は、多くのファンにとって心に残る特別な時間となりました。音楽やパフォーマンスを通じて、ファンとメンバーの間に新たな絆が生まれ、共に過ごす時間がより深く、かけがえのないものとして感じられたライブでした。ライブが終盤に差し掛かるにつれ、観客一人一人の表情には、充実感とともに名残しさが漂っていました。特に 最後の MC ではメンバーが感謝の気持ちを込めてそれぞれが思いを語り、福井での特別な一夜を共有できたことに対する感謝と喜びを素直に表現しました。翔さんは、今日ここにいるみんなが、自分たちにとっての宝物です、と語り、観客の拍手と歓声が響き渡る中、涙ぐむファンも見られました。彼の言葉は、多くのファンにとって心に残るものであり、彼らの誠実な思いがストレートに伝わる瞬間でした。 また、神宮寺さんも、福井でのパフォーマンスを無事に終えられたことに安堵と感謝を述べ、この場所でこのメンバーと共にいられること、そして皆さんがいることで、僕たちは本当に力をもらっています、と語りました。観客に感謝を捧げ、互いに支え合い、成長してきた姿がファンの心に深く刻まれ、ステージを見つめる目には一層の温かみが増しました。最後の曲が始まると、会場全体が一つになり、 ファンとメンバーの間には無言の絆が感じられました。ファンが手を振り、メンバーがその一つ一つに応えるように笑顔で見返す場面には、これまでの道のりや、共に過ごした時間が全て詰まっているかのようでした。福井での特別な夜が一つの締めくくりを迎える瞬間、会場の空気はとても暖かく、心に響くものがありました。アンコールがかかると、再び登場したメンバーたちは歓声に包まれ、 さらににもう一度ファンと一緒に盛りり上がりを見せました。アンコール曲ではメンバーがステージを駆け回りながらファンに向かって手を振り観客席の端々までしっかりと目を合わせていく姿が見られました。その姿にファンは再び拍手と歓声を送るとともに手にしたペンライトを振りながら最後までライブを楽しみ尽くしていました。終演後も余韻に浸るファンたちの姿がありその表情からは幸福感とともに 再び彼らに会える日を待ちち望む気持ちが溢れ出ていました。ライブは終わりを告げたものの、その余韻はファン一人一人の心に深く残り、福井という特別な場所での思い出として、これからの日々に大切なエネルギーとなることでしょう。n o ン l i n e ILIVE TOUR 2024は、メンバーとファンの絆をさらに強くするきっかけとなり、共に過ごした時間のすべてが宝物のように大切に思える瞬間を作り出しました。 このライブがもたらした温かさや感動、そしてメンバーとファンが一つになった瞬間は、彼らがこれから歩んでいく未来の中でも決して色あせることなく、彼らを支える大きな力となるでしょう。ライブの締めくくりに流れた曲とともに、多くのファンが、また必ず会おうという思いを胸に帰路につきました。彼らとの再会を楽しみに、日常の中でもライブの思い出を励みにしながら、再び会える日を待ち続けることが、 ファンにととってのの大きなな支えとなるのです福井でのナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアー2024はファンとメンバーの間にさらなる絆と笑顔を生み出し多くの人々の心に深く刻まれる特別な夜となりましたこの瞬間が彼らにとっての新たな出発点となりこれからも彼らの活躍を見守り続けるファンにとって忘れられない記憶の一つとして永遠に輝き続けることでしょう